元市職員のカズです。今日はですね、合格率ほぼ 100% 特別区のエントリーシート対策講座について解説していきます。去年はですね、その LINE での相談も含めてですね、合格率 90% を超えておりましてですね、ほぼその特別区のプレゼン面接ですね、最初の一次面接、指導に関わった方々みんなその通過できたという実績がありますので、今日は私が教える際に、心がけてきたその戦略をですね、出し惜しみなく解説していきますので、これから特別区を受けたいという方はぜひ聞いてください。で、特に特別区、今年は申し込み段階でエントリーシートを出さなきゃいけないっていう情報もありますので、昨年ともしかするとエントリーシートの様式変わっちゃうかもしれないんですけれど、昨年の様式に当てはめてですね、これからその対策講座をやっていきたいと思います。ぜひ特別区を受けるっていう方はですね、聞いておいてください。で、今日はですね、いろいろと核心に迫るところも解説していくんで、ちょっと再生数伸びすぎたら非公開にするかもしれないのでご了承ください。はい、でまず、特別区 の, あのエントリーシートの様式って1、2、3設問になってて、1設問あたり大体250字から300字ぐらいの、字数になっていて、でこの3本立てになってます。で1設問目が、あなたが特別区でどのような仕事に挑戦したいか、あなたの強みと志望動機も含めて具体的に書いてください。で、2つ目が、あなたが一つのことをやり遂げた経験を挙げ、その中で最も困難だと感じたこと、それをどのように乗り越えたかを教えてください。で、3設問目は、目標達成に向けてチームで行った経験において、チームの貢献につながったあなた独自のアイデアをご自身の役割とともに教えてくださいっていう、この3設問になっているわけなんですね。まあ、どの設問もですね、シンプルに志望動機自己 PR ではなくて、いくつもその書いてありますので、どうやってまとめればいいのかなって不安になっちゃうかもしれないんですけれど、これから一つ一つ丁寧に解説していきますので聞いてください。まず最初のこの志望動機ですね、あの特別区の志望動機どうするってところですよ。このあなたが特別区でどのような仕事に挑戦したいか、あなたの強みと志望動機も含めて具体的に書いてくださいと書いてありますので、まず特別区をその選んだ志望動機も考えなきゃいけないっていうことで、ここでちょっと行き詰まる方結構いるんですよね。そのやっぱり特別区ですね、どうしようかなって、なんかその特別区の特徴とか調べたりしているけれど、ぶっちゃけその他の地域と違って、なんだろう、その東京っていう一番大きな街でいろんなこと挑戦できるからとか、なんかそういう理由しか作れないんだなとか、なんかそんな声がやっぱ届いたりします。で、特別区ってその都庁と違って、まずちゃんと考えてほしいのが基礎自治体ってとこなんですよ。だからこそ特別区の職員の方に実際にお話聞いてると、我々の強み、一番の強みっていうのは区民の方々とその密着して地域に根ざして、区民のきめ細やかなニーズに対応した施策を推進できたりするところ、そういった地域の実情を、考慮した上で施策を推進していけるところが一番の強みですよって言ってたんですよ。でこんな形でその区民の方々と接する機会って基礎自治体ってものすごく多いわけなんですね。だからこそなんで特別区選んだのかっていうところで、一番良いのは実体験なんですよ。例えば私は大学生の時ですね、大井野鳥公園っていう臨海部に整備されたその野鳥公園にボランティア団体の方々と活動している中で、どうやってその環境保全をしていくべきか、特に東京湾の、里海環境を取り戻していくべきかっていう取り組みをやっていく中でですね、特別区というといろんな教育機関や企業が集積していて、定年退職を迎えた方でもさまざまなその見識を持っている方々が大勢いてですね、かなりその市民団体といえど本格的な提案まで結びつけることができたりとかしたんですよね。やっぱりこういったその実際に区民の方々と関わる中で、多様性だったり各分野において、かなりその知識を持っている方との出会いがあって、その一緒に市民活動の中でもかなりそのハイレベルな提案を結びつけていったり、実際にハイレベルなその活動をできたりっていう経験があったりしたので、やっぱりこういったその直接人と関わっていく中で豊かな人的資源が恵まれてるなっていうところがすごく感じたわけなんですね。で、そういった方々とやっぱりこう関わる中で特別区に対してもその愛着が湧いていって、特別区のために貢献したいんだっていう、なんかそういう実体験とか交えるとですね、すごいいいわけなんですよ。
で、まあ、それがどうしてもできないっていう場合は、特別区が行っている独自施策だったり、地域資源の魅力を書くっていうのをやっていくしかないんですね。まあ、独自施策っていうと、例えばその大田区でしたら、大田区のその町工場の地域の担い手が、ちゃんと素質できるようにですね、子どもたちに対して幼少期から、地域のその製造業の、企業の方々と接していって、地域の仕事を理解して、でその地域に根ざして就職するっていう、そういう取り組みを促したりとかもやってますし、でも地域資源っていうのは先ほども言った通り、さまざまなその高等教育機関が集積していて、自分自身も多くの人との出会いがあって見識を深められる、さまざまな取り組みを行うってなった際に区民に働きかける時にも、その多くの知識を持った多様な人材があふれている、さまざまな企業がある、そういった中で、多くの取り組みを推進できるっていう強みがある、こういったポテンシャルを持ってる特別区引かれてるとかね、そんな理由をかけたりとかするんですよ。はい、でこれがその特別区を選んだ志望動機になるわけですね。はい、ちょっと追記があって、撮ってるんですけれど、先ほどその特別区を選んだ志望動機として実体験に基づく内容を書くのが一番良いよ、それがなかったら、あとは実際に自分が調べた中で独自施策だったり特別区が持っている地域資源、人的資源、ポテンシャル、こういったものを書けばいいよっていうことを解説したんですけれど、実際にエントリーシートを書く際には志望動機になるので、公務員のきっかけプラス特別区を選んだ、志望動機、これら2つもまとめた上で簡潔に書く必要があるわけです。例えばですね、その実際に自分がその震災に、被災する中でですね、その行政として防災の取り組みを行っていきたい、で、特に自分が学生時代に過ごしてさまざまな市民団体の方と関わっていって、さまざまな多様な人材に触れることができた、特別区の魅力に惹かれて特別区を志望したとか、まあ、今話した内容もさらにコンパクトにしなきゃいけないんですけど、実際エントリーシート書くときにはですね、公務員のきっかけも書くし、で特別区選んだ理由も簡潔に書くしっていう、で本当にそのギュッと凝縮して書かなきゃいけないので、いきなりその300字にそのてんこ盛りになってる内容をギュッと詰めることはできないと思うので、字数を気にせずに最初はだいたい600字ぐらいに書いていくと、でそこから重要な要素などをこう抽出していって、最後に300字にすると、すごくそのプレゼンで自分が詳細に説明することによって面接官に伝わる文章が出来上がったりとかするので、こういった工程を経てですね、字数が300字に限られているけれど、しっかりと自分の伝えたいことが詰まっている文章を作っていただければいいかなと思います。はい、それでですね、追加で撮影したんですけど、この1設問目にあなたの強みですね、あなたの強みっていうのは、この2設問目、困難な経験あるいは目標達成に向けてチームで行った経験ですね、この経験の中で企画力とか調整力とか粘り強さとか、チームワーク力とか、いろんなその強みの中で一番あなたが自慢できる力をですね、抽出した上でですね、この最後にあなたの強みっていうのを書けばちゃんとした文章が出来上がるんですよ。例えばですね、これまでのそのコロナ禍においても、ライブ配信できるように交渉を行っていった交渉力と粘り強さを生かしてとか、こういった含みのある文章を書けばですね、いいわけなんですよ。やっぱこのあなたの強みっていきなり書き出そうとしても無理なので、しっかりとこの2節問目、3節問目、自己分析を行って書き上げていった上で、最後にですね、その自分の強みを書けばいいかなと思います。はい、ではこれを参考にしてください。で、どんな仕事を挑戦したいかっていう、ここも書かなきゃいけないんです。これもちゃんと考えなきゃいけなくてですね、特別区でその挑戦したい仕事をどうするって話なんですけど、新卒の方の場合はですね、専門職の仕事以外は、まあ、自由に選べますよ。専門職の仕事なので、例えばですね、その土木職がやってるような、なんかこう設計とか都市開発関わりたい、それを言っちゃうと事務職志望してる方だったらちょっと違うよねって話になるんで、ちゃんと事務職として特別区職員で、取り組むことができる仕事を、まあ、防災とか商業振興とか市民活動支援とか自由に選べばいいんですけれど、ただここで一つ注意点があって、特別区であまり力を入れてない取り組みっていうのは避けてくださいね。例えばその大勢の観光客を誘致していくために、インバウンドを創出するためのイベント開催したいですとか、
なんかそういった話言ってもちゃんと特別区各区役所 の施策方針だったり、総合計画とかちゃんと取り組み見てください。特別区として本当に観光客の誘致そこまで力を入れていますかってところなんですよね。ここが地方都市と特別区全然違う、ところになりますので、他の市役所だったらこの取り組み力入れてるから同じように特別区だって要は市役所みたいなあの立ち位置なんだから他の市役所の取り組みたいことを利用しちゃえって言ってなんか観光客誘致するイベントとか関わりたいって書くとんそれって特別区本当に力入れてる？もう一度ホームページちゃんと調べてみてねっていう話になるんですよ。ちゃんとその施策方針とかね、あとその施政方針とか予算編成方針で総合計画総合戦略それをいくつかの区しっかりと調べた上でちゃんと力入れてる中で、あなたが取り組みたい仕事を選んでくださいねってことです。まあ、防災とかは無難なんですけどね。であとは都庁の取り組みと混同しないようにしてください。例えばその高校生に対して何かこう働きかけを行うとかね、そういうちょっと都庁の教育委員会の管轄になっている高校に対して、教育課程の中でもその様々な取り組みやっていくよっていう話すると全然違いますし、でまたその特別区というよりは都庁の方がやった方がいいんじゃないっていう取り組みを挙げないようにしてくださいね。例えば、その東京都内の中でですね、大手企業同士 そのビジネスマッチングを図るとかね、それ大手企業のビジネスマッチングを図るってなったら都庁の取り組みが得意分野だったりします。特別区だったら地域に根ざして、エリアが限られているからこそその規模の小さな中小企業同士でのその産業展示会とか展覧会開いたりとか産業交流会開いたりできるっていう強みが特別区にはあったりしますので、やっぱりこういった特別区あの地域に根ざして地域にきめ細やかな施策を推進できる特別区と、東京都全体で大きな枠組みで施策を大規模に実施できる都庁、これら2つのその違いってものをちゃんと理解した上でですね取り組みたい仕事を決めていただければいいかなと思います。はい、で、次にですねその特別区で挑戦したい仕事を既卒とか社会人の方も年齢的に受け入れる方いると思うんですけれど、ただ自分の経歴を生かしてできる仕事を選ぶっていうのをあの心がけていただきたいなと思います。例えば一番ダメな例がその男性の方で今まで営業職やってたと、で子供生まれたことをきっかけでその行政の支援さまざまなものを受けて公務員になりたいなと思った、で中でも特別区職員になりたいなと思ったと、やっぱ子供生まれてちょっとその子供に対して関心あるから子育て支援やっていきたいですって言ってもですね、今までその営業職でさまざまなその部品などの販売をしてきた方がですね子育て支援の仕事において何かあなた即戦力でできる仕事ありますかっていう話になるんですよね。だからこそちょっとここをですね自分の経歴生かしてできる仕事を選ぶっていうのをちゃんとやってほしいんですよね。でもちろんその小売業とかね、そういった方はいや私そんな特別区の中でも直接特定分野に絞ってその活かせるような前提となる知識ないんですけどっていう方もいると思うんですけれど、まあ、そこはあのご心配なくです。防災とか商業振興とかあの選んでいただいてもあの構わないんですよ。ただその自分の経歴を生かしてできるっていう仕事があまり言えないような話ですね。さっきのその営業職やってて子供生まれたから子育て支援やりたい、これだけだと浅いです。例えばですねその普通に事務の仕事やってた方でも、去年ですねそのやっぱ東北で何度も大きな地震起きたりもしたじゃないですか。でやっぱその時に、会社の中でさまざまなその防災体制の取り組みなどを目の当たりにする中でその防災の意識を高めていく方向で、取り組みをやっていきたいとか、まあ、そういう話を、した方もいたんですけど、まあ、それはですね直接その経歴を生かしてできるって直接言えないんですけれど、まあ、ただその自分の社会人経験を通して関心ある取り組みで、まあ、防災だったら何やるかって言ったら例えば事務職の中で発揮したこういった、能力っていうものを防災の分野で生かすとかそういう話できたりとかしますので、あまりその自分の経歴からかけ離れたあの仕事とか言わないように注意してほしいなって思います。であとさっきとその繰り返しになるんですけれど
特別区が力を入れていない仕事、これ言わないようにしてくださいね。そのさっきみたいになんかイベントやって盛り上げたいから、そういったものをやりたいよとか、特に観光とかって特別区あんまり力入れてたりとかしてなかったりとかするんで、そこは注意してほしいなと思います。まあ、都庁の取り組みと混同しないようにっていうのは先ほどの説明と一緒になります。で、やっぱりですね、これ繰り返しになるんですけど、この既卒社会人の方は自分の経歴、これを考慮した上でできる仕事を選ぶっていうのをやってほしいなって思います。だからこそですね、その特別区において、まあ、営業やってる方だったら、その産業振興とか、まあ、そういう仕事はあったりはしますよね。でただ特別区職員の立場になると、企業誘致ってなると限定的な仕事にもなってきたりとかしますので、もう少しその産業振興とか、広くした上でですね、自分の取り組みたい仕事を選んでもらったりするといいんじゃないかなと思います。まあ、ここに経歴を生かしてって書いてあるんですけれど、あまりハードル高く設けないでください。その経歴を生かして、まあ、経歴を考慮して、できる仕事を選ぶと、捉えていただいても構いません。ただ先ほどから何度も言っている通り、その子供生まれたから子育て支援やりたい、これだけだとあんまりなんかその自分の経歴具体的にどのように活かして子育て支援の分野でどんな仕事できるのって言われた時説明できなかったりするので、そういうことがないようにしっかりとですね、この分野において、例えば特別区の立場として私はこんなことやっていきたいんだよって説明できるような話を選んだりするといいですね。具体例を挙げるとですね、例えば特別区の面接においても、なんか私はこれまでその営業職などもやってきたり、して、で、その人手不足、人材不足の企業を見てきた中でですね、やっぱりその人材の流出などを防いでいくために、定住を促進促していく取り組みだったりとか、地域の地場産業の、担い手を創出していく取り組み、そういったものをやる仕事を行っていきたいと。具体的にはその大田区などが行っているその次世代人材サポート事業とか育成事業とか、こういったものをやっていきたいっていう、そういう具体的なビジョンを描いた上でですね、できる仕事を選ぶと面接で深掘りされても大丈夫ですよという話になるわけでございます。で、ここでちょっとボード戻るんですけれど、あなたの強みとってこう、あなたの強みっていうのも書かなきゃいけないんですけど、とりあえずあなたの強みっていうのは、その次の2節問目3節問目で自己 PR に関することを書かなきゃいけないので、その次の2節問目3節問目の、自己 PR に関わるエピソードを固めていった上で、最後に、自分の強みっていうのを固めて書けばよいという話になります。はい。で、次のその2節問目に行くんですけれど、これですね、その2節問目、困難な仕事をやり遂げた経験です。あなたが一つのことをやり遂げた経験を挙げ、その中で最も困難だと感じたことと、それをどのように乗り越えたかを教えてくださいと。まあ、要はこの難易度の高いことをやり遂げた経験を話してくださいねと。で、難しい資格を取ったとか、勉学に関するものよりも、例えば部活、仕事、バイトとかで、これどのようにその働きかけていったかっていう話がいいんですよね。そのやっぱりなんか自分一人の力でどうにかできるような問題をなんとかやったよっていう話よりもですね、前回の動画でも話している通り、実際に市役所とか県庁とか、これ国家公務員にも言えるんですけれど、一番難しいのって他の必要な関係者の方々働きかけていった上で調整していって、そうやって仕事を推進していく場面ですね。これがすごく難しかったりするんですよ。だからこそ、どのように乗り越えたかっていう、ここに焦点を当ててですね、誰に働きかけたの、あるいは周りとその支え合う体制作っていって目標達成したのとか、そういったエピソードがグッドというわけでございます。例えばその学生さんで一つ事例を挙げるとですね、今コロナ禍で、バンドサークル、それを開催することができなかったと。でだからこそそのバンドサークルの、開催ですね、ライブイベントなどを、1回でもその開催できるようにですね、学事の方に働きかけていったと。で具体的に働きかけていくために、国に対しての、その設けているガイドラインを参考にしたりとか、
他にもコロナ禍でも感染対策と両立してクラスターを発生せずにライブイベントを行っている民間事業者の事例なども収集した上で、学事が納得できる資料を整えた上で、直接学事にこう粘り強く交渉していった結果、無事そのサークルをコロナ禍でも感染対策と両立しながら、ライブを学園祭で開催することができましたとか、なんかこういった話とかだとですね、困難なことをやり遂げた、で特にどのように乗り越えたかっていうところをちゃんと説明できてるわけなんですよね。でこの困難な経験、困難な仕事をやり遂げたよっていうところで、いや私そんな他の人に、あなたすごい困難なことをやり遂げましたねって言われるような偉業なんて成し遂げてないですよってこう不安に思う方もいるかもしれないんですけど、困難な仕事っていうのはあまり見てないです。どのように乗り越えたか、ここをちゃんと説明できれば面接官にその理解させることができます。で、特にこのどのように乗り越えたかっていうところでですね、自分がどんなその能力を発揮して乗り越えていったかっていう、そこをどのように書けばいいかわからないっていう方はですね、ぜひその前回の動画を見ていただきたいと思います。市役所県庁が具体的にどんな仕事を行ってて、どんな困難な場面があるのかっていうのをその明確にイメージしていただくとですね、例えば私の強みをこのように活かして市役所、区役所とかの場面でこのような場面で、実際に活用することができるなとか、そういう明確なイメージを持てたりとかしますので、ぜひ前回の動画と合わせて今日の講義聞いてほしいなと思います。で何度も言いますけど、どのように乗り越えたか、ここに焦点を当ててちゃんと書いてほしいなって思います。はい。で、それでですね、あとはチーム、この目標達成に向けてチームで行った経験において、そのチームへの貢献につながったあなた独自のアイデアをご自身の役割とともに教えてください。この最後の3設問目の解説になります。で、これはですね、やっぱりそのチームへの貢献につながったっていうところにその焦点を当てて、自分がどんな役割を果たしたかっていうのをきちんと説明してほしいなって思います。独自のアイディアっていうところ、ここはですね、そこまで重要視されてないんじゃないかなって私今までの経験上思うんですよね。さっきと一緒ですけれど、その誰にもその達成できない偉業を成し遂げたよっていう自慢できるエピソードを書かなきゃいけないのかっていう、そういうわけではなかったじゃないですか。さっき説明したこの困難な経験やり遂げたものっていうのは、でそれと一緒でこの3節問目に関してもですね、その独自のアイディア、なんか誰も思いつかないようなアイディアを考案して実行していくっていう、そういうエピソードないとダメなのかなって思うかもしれないんですけれど、全然そんなことはありません。実際にその何かあなたが課題を解決していくためのアイディアを考案してですね、それをチームメンバーを巻き込んでどのように推進していったかっていうことを説明できればいいわけです。例えばその部活動に事例を当てはめるとですね、自分自身がこれまでそのバスケサークルで頑張ってその地区でのそのサークル同士の大学間の交流会で優勝をその目指すために、その皆さんと一緒にこう頑張っていったと。でだけどその自分が怪我をしてしまってレギュラーメンバーから外されてしまったと。でだけどその自分自身は次はサポート役に徹してですね、そのチームメンバーみんなのそのプレーなどを動画撮影していく中で、悪い癖とかあったらそこを直していけるようにその分析を行って個別面談を行ったりとか、あとメンタル面でのフォローを行ったり、自分自身ができることをその忠実に行っていって、これまで皆さんが見落としがちだった、フォームなどの修正だったり、あるいは、直接対面できめ細やかな、アドバイスなどのサポートを行う、そういった体制を築いていきましたと。で、実際に私が粘り強くそのチーム一人一人に対してきめ細やかなサポート役に徹して、これまで皆さんが実現できていなかった、そう地道だけどそのきめ細やかなサポートなどを行って、悪い癖なども直していく、こういった地道な取り組みを行う体制を築いていった結果目標を達成できましたとかね、別にこういうエピソードでもいいわけなんですよ。これってなんか誰もが思いつかないような独自のアイディアってわけではないんですけれど、ご自身の役割を、どのように発揮して、
で、実際に目標達成に向けてチームで行った経験と言えるじゃないですか。こんな形でですね、ちゃんとそのチームへの貢献につながったこのご自身の役割に焦点当てて書いていただけると良い文章が書けたりとかします。で、これまた前回に引き続いて書籍の宣伝になるんですけれど、すごい特別区に関していろいろとそのページを押さえて解説しているので、特別区これから受けるという方もぜひに取っていただきたいということで今回も紹介しているわけなんですよ。特に今回はですね、その具体的な文章とか載せたりとかしてないんですけれど、特別区の一次面接プレゼン面接において合格者が、どんなプレゼンを行ったかっていうそのこと細かなその情報などもですね、しっかりとこちらの書籍で載せておりますので、特別にこれから受けたいなっていう方はですね、エントリーシートを今年は早めに書き上げないといけないので、ぜひその本の内容も参考にしてほしいなと思います。で、2月16日出版で、Amazon はその2月の16日から、順次そのおそらく発送される予定だと思います。で、全国の書店には2月下旬に置かれる予定となっておりますので、ぜひですね、その特別区受けるぞ、でもどんなエントリーシート書けばいいか分かんないぞっていう方はですね、私の書籍も参考にしてほしいなと思います。はい、では今日は以上となります。ありがとうございました。